小池都知事休養ですかね。お休み長いですね。医師の診断によると、特定の病気ではないよと。そうではないんだけども疲れが取れてないから、公務を一時停止ということらしいです。やるやましいですね。疲れが取れてないのはみんな一緒だっつうのね。小池都知事ね、疲れが取れずに公務に支障が出るようでしたら都知事としての器がちょっとなかったんじゃないですかね。それこそね、地方の工場勤務の方、コンビニの店員さんね、ワンオペで走る牛丼屋のスタッフの方、引っ越し業者、それから配送業者、言ってみれば数限りないですよ。小池さんはその中では楽な方ですよ。ね、くっちゃべったらいいんでしょ。重い荷物を毎日持って上がったり下がったりしますかね。階段を駆け下りたり駆け上ったりしますかね。小さい子供を抱えながら在宅でパソコンを打ったり発送作業したり梱包したりお客様対応に追われたりとかありますかね。多分ないんじゃないかな。なんかね、高級な黒塗りの車で悠々と出勤して、なんか公約は一個も果たさないけどもベラベラ喋ってテレビに出て新しいスーツ着て、なんか素晴らしい仕事じゃないですか。で、疲れたから休む、疲れが取れてないから休む。そうですか。一つお仕事お疲れ様ですという気持ちはお届けしますけども、私はね、小池さんね、なんか戦闘機って世の中を振り回しといて戦闘機って休むのは素晴らしい職業だと思いますよ、東京都知事ね。で、こうやっていなくても回るってことはそういうことなのかなと思っちゃいますね。コンビニのアルバイトの方、ドタキャンすると店は回りません。どっちが一体現場を支えてるんでしょうか。時短営業とか酒がどうとか夜の街関連とかなんか言ってますけども、もうね、邪魔をするのはやめてください。小池さんね、やっぱね、自分の行動言動がどれだけの命を左右してるのかと思うと思ってないかもしれないけどね。なんでしょうね、いいんでしょうかね。いろいろと思うところありますけども、小池百合子さん個人に私は思うところがあるわけではありません。東京都知事としての小池さんは疲れて休むみたいなね、泣き言を言ってちゃダメじゃないかなと思いますよね。それこそ疲れても休めずにそのままダメージをね、蓄積したまま体に鞭打って時給800円900円を取りに行く、そんな労働者も溢れてるわけですよ。そればかりか仕事につけずに疲れた体を癒す場所もなく、健康保険も持たずに病院にもかかれないようなね、貧困層もいるわけですよ。それは東京を仕切ってる東京都知事の不徳といたすところではないですかね。そういう人がなんか診察も受けれずにもだえてるところでね、形だけですけども、皆さんからいただいた税金で暮らしてる人が悠々と病院に行って診察を受ける、いやー世の中不公平だなと思うばかりでございます。小池都知事は上級国民なんで、ぜひね、国民の痛みなんてほっといて悠々とお過ごしください。それでは以上でございます。